こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も単行者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は四海の興風です。四海は天下を示します。興風は火気を帯びた風。禅の伝える仏法を言います。軌道録に、ダルマ第二期年功、四海の興風、これより起こるとあります。ダルマ第二期年功とは、火を念じて額の上に捧げ献ずることです。ゲームから四海の興風を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。